ゼロックスランクゼロックスランクゼロックス時代のロゴゼロックスリミテッドはアメリカ合衆国のゼロックス社のイギリス現地法人の100%子会社である。1956年にゼロックスとイギリスのランクオーガニゼーションとの合弁会社ランクゼロックスとして設立され、当初はヨーロッパでゼロックス製品の製造、販売を行い、後にアフリカやアジアがそれに加わった。日本で 富士フ,フィルムとの合弁により富士ゼロックスを設立した。1997年にゼロックスの完全子会社となりゼロックスリミテッドに改称された。1956年ランク社はカメラレンズを製造する小さな事業と並行して製品を探していた。事業部長のトーマスローは たまたま手にした科学雑誌で原本と同じようにコピーが取れるという発明に関する記事を読んだ。ローはその発明がニューヨーク州ロチェスターにある無名の写真用品メーカーハロイド・フォトグラフィックによるものであることを突き止めた。ハロイド社とランク社はイギリスにランクゼロックスという合弁会社を設立した。ランク社は60万ポンドを出資して この会社の50%の株式を取得した。これにより、イギリスにゼロックスの工場ができ、ヨーロッパでの販売体制が整い、ゼロックス機の販売が開始された。コピー機が世界を席巻すると、ランク社の収益も上がった。後に、ランク社の最高経営責任者となった、クレアム・ダウソンは、あれは、運が良かっただけでなく、天才的な才能を発揮したのです。 トムローがあの雑誌を見ていなかったら、我々はゼログラフィーを知らなかったでしょうと語っている。1962年、日本の富士写真フィルムとの合弁により、日本に販売、製造拠点を設立し、社名を富士ゼロックスとした。1983年には、インドのモディグループとの合弁により、インドア大陸でのゼロックス製品の製造販売を行うモディゼロックスが設立された。 1968年、ランクゼロックスはナイジェル・フォルクスのもとで鉄のカーテンの向こう側でコピー機をレンタルするのではなく販売するというマーケティングコンセプトを打ち出し、ゴードン・エス・プランナーを東方輸出事業部長に任命した。東方でのコピー機の販売は急速に伸びた。1973年にはランクゼロックスのコピー機を展示するために、 特注の列車を使ったユニークなマーケティングコンセプトが展開された。この列車は東欧級カ国を巡回し300万ポンド以上の受注を獲得した。1980年代には常務取締役のローランド・イー・マグニンが同社をゼロックスの国際部門に成長させた。その後、マグニンはゼロックス本社に移りトップディレクターの一人として 同社の地方文献化プログラムを担当した。当初の合弁比率は、ゼロックス50%、ランク50%だったが、数年後には60,40に変更された。その後、ゼロックスはさらに株式を購入して80、20とした。1997年10月に、ランク社が保有する、残りの20%の株式を9億4000万ポンドで買収し、 完全子会社とした。買収後、ランクゼロックスはゼロックスリミテッドに解消され、ランクゼロックスリサーチセンターはゼロックスリサーチセンターヨーロッパに改称された。イタリアの漫画家、ステファノ・タンブリーニと谷のリベラトーリの漫画、ランゼロックスの名前はランクゼロックスから取られた。ありがとうございます。